藤波アスレチックス、ついに呪われる、わら。アスレチックスはまたも先発投手に白星がつかなかった。先発左腕のジプ、シアーズは6回まで97球を投げ4安打7奪三振で無失点と奮闘。その時点では2例だったが、7回に1点を返されて1点差に。9回には8回からイニングをまたいだ4番手、ジャクソンが、1死から本塁打を浴び同点に。ジプ、シアーズの白星は消滅。試合は延長戦に入り、延長10回に5点を奪われて敗れた。これで開幕から31試合連続で先発投手に白星がなく、メジャーワースト記録を更新。6勝25敗で勝率、194は両リーグ39団でワーストとなっている。今日も負けて6勝26敗？未だ先発の勝ち星は0。勝率に割りないのか。藤波監督どうにかしろ。どんなチームでも3割勝つとは一体。132敗ペース。藤波は所属したチームが悪いんじゃね。アスレチックスじゃなきゃ先発なんてさせてもらってねえぞ。アスレチックスじゃなかったらとっくの昔に唾吐きかけられて消えてるわ。西海岸の中日ドラゴンズ。どんだけ成績悪くてもぼかせるから選手にとってはちょうどいいな。藤波一人で同行のレベルやないのに死刑囚扱いしとるのかただのヘイトやん。